桜井クレバーに聞きたいことあるんだ。はい、僕が小中の時に近所にあったたこ焼き屋さんがあってめちゃめちゃ通ってたんですよ、うん、で最近近くでロケがあるとちょっとそのおじちゃんとおばちゃんに挨拶しに行ってたんですけど、うん、つい1週間前ぐらいに行ったらなんかおじちゃんがこの間クレバーのライブ行ってきてたとかってはっ、どういうことですかみたいな話だったんですよ、うん、そのたこ焼き屋さんは僕から子供の時通ってたんだけど、うん、黒田さんも知ってるってことなんですか。俺はあの高校の時に そのそこら辺の高校で通ってるやつがみんな行くたこ焼きだ、たこ焼き屋だったんですよ、うんうん、あれだね、大学の後輩だけどたこ焼き屋は先輩みたいな。そうですね僕のたこ焼き屋さん先輩ですよ。そうなんですね。そうざっくり、マジですか。びっくりしました。いや、びっくりしました。